まず田植えシーズンを迎えていますが、岡山市南区で田んぼに水を引き込むためのパイプラインに大量の貝が詰まり、農作業に影響が出ていると視聴者から連絡がありました。パイプラインは国と県が整備したもので、住民が対策を求めています。田植えの時期を迎えた岡山市南区の藤田地区、田んぼに水を引くためのパイプに異変が起きているといいます。このしじみが詰まって出なくなりますよ。水が、はい、全然出なくなります。詰まりの原因はしじみやタニシとみられる貝です。これらの貝が大量発生していると思われるのは、この道路の下にあるパイプラインです。この地区の農家の生産力を高めようと、国と県が整備したパイプライン、笹ヶ瀬川から水を引き、藤田地区のおよそ2800ヘクタールを潤すものです。3年前の利用開始の直後から、一部の地域のパイプでシジミやタニシなどの貝が大量発生して詰まるようになり、田んぼに水を引けなくなることがたびたびあるといいます。困りますよ、あんた水が入らないんだら、あんた農作業できへんが。貝が詰まるたびに県が管理を委託している団体がパイプから取り除くなどしていて、今のところ農作業に多少の遅れが出ることはあるものの、大きな被害は出ていないということです。一方で住民は、今後短時間での復旧が困難なほどの詰まりが生じた場合、稲の生育にも影響しかねないと不安を口にします。稲が水がねえからじゃな、枯れてしまうか。だから一日も早うにじゃな、改善策をしていただいて、まあ安心して農業ができるように。岡山県の担当課は、今後も住民の要望を聞きながら対応していきたいとしています。